千鳥線を走行する貨物列車千鳥線は神奈川県川崎市川崎区の川崎貨物駅から千鳥町駅に至る神奈川臨海鉄道の鉄道路線である千鳥町の通称東線分岐地点川崎区臨海部の埋め立て地である千鳥町を半時計回りに反周する形で走る貨物線である日本貨物鉄道の川崎貨物駅を出て 千鳥運河を渡るとすぐに分岐点がある。この分岐を西に向かう者が川崎市営不島に至る本線で、南下する者は千鳥東線と呼ばれる。東線分岐より川崎市営不島方面には千鳥町西軍線と呼ばれる小規模な奏車場が存在する。以南は川崎市営不島で不島にある線路の終端が千鳥町駅の中心となっている。 かつて本線から分岐していた周辺の専用線には配線区間も多い。現在、千鳥あずま線は昭和電工向けのエドタタンクコンテナ輸送が1日1便設定されているのみである。千鳥あずま線の終端は2008年5月1日付で昭和電工専用線分岐の1250メートルの地点に移設されている。2012年3月17日改正時点で1日。 4往復の貨物列車が設定されている。4往復の定期列車のうち3往復は西軍線脇の側線でに役される化製品の発送と変装である。東線への列車はこの西軍線への運用に組み入れられており、18時台の下りの最終短期便が東線への空のタンクコンテナを昭和電工川崎事業所へ変装した後、西軍線へ移動して、 発送待ちのタンクコンテナを発送する。翌日、朝一番七時台に、西軍線に空のタンクコンテナを変装をした後、短期で東線に移動して、昭和電工川崎事業所のタンクコンテナを発送する、携帯を取る。そのため、日中の時間帯に、昭和電工川崎事業所の専用線で列車を見る、ことはない。 残りの一往復は、千鳥町の不頭を発着する公主車両輸送列車で、必要時のみに運転される。川崎貨物駅千鳥町駅。ありがとうございます。